今日も安定の可愛さ。口が滑って変なこと言いませんように。こんな緊張、新体操の大会以来。ただでさえビビりなのに、記者会見とかちゃんと喋れるかな。この度は私たちのためにご足労いただき誠に。ちょっと硬いかな。会見終わったら何食べようかな。何コウメ、あれコウメ、何その浪人生みたいな格好、てか何その鼻、何その眉、もしかして整形。もはやそういうレベルじゃないよね。逆にどうしちゃったのか聞きづらいんだけど。コウメぶっ飛び。シム、リーダーなんだから聞いてよ。え、私無理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 。でもこれ誰かが聞かないと。じゃあ私がリーダーの責任を持って指名します。いや指名かい。こういう時だけリーダーの保険出してくるのずるい。どうかご勘弁。同じく、我がのセンター前島。なんでですか。賛成。ちょっと賛成。同じく。こういう時はリーダーよりもセンターだからです。そんなの聞いたことないよ。コメ、どうしたの。ギャンブルを打つ者にとって金は寿命。なんか金は寿命みたいなこと言ってなかった。あれ、それってなんかの名台詞だったような。え、なになに。ほら、あのギャンブルの、よく見たらあの花といい、多分そうだよ。意識してるんだよ。え、マジ、アニメ見て影響受けちゃった感じ。コウメやっぱりぶっ飛び。お前ら疑ってんのか。え、疑ってんのかっつってんだよ。じゃあ戦争だな。さっきからどうしちゃったの。疑うだけならまだしも、口に出したら戦争だろう。何、作品の中に出てくるセリフかな。てか戦争ってどういうこと。ぶっ飛び戦争。さっきから見れ、何なのよ。ちょっと待って、これリサ。リサもなんかそれっぽくない。何この状況、マジでカオスなんだけど。詳しくはキッズステーション応援作戦ページを見てね。